アスパム側から望む青森ベイブリッジと青函連絡線2011年撮影の青森港周辺の空中写真2011年撮影の18枚を合成作成国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成青森港は青森市に位置する港湾港湾管理者は青森県 港湾法上の重要港湾高速法上の特定港に指定されている。道の区湾の最奥部に位置する波浪の少ない天然の良港である。江戸時代初期に広崎藩により港が開かれ、その後江戸時代を通じて藩の将校として栄えた。明治後期以降は1908年の青函連絡船の就航により、本州と北海道を結ぶ港として位置づけられ、 1988年の青函連絡線運行終了まで、鉄道輸送と船舶輸送の結節点として位置し続けた。しかし、国鉄による青函連絡線が運行終了した今日もなお、北海道と本州を結ぶフェリーの発着地としての重要性は衰えておらず、青森港の取り扱い量の大部分をフェリーによる車両の輸出入が占める。また、 その他の貨物では主に石油製品、LPG が扱われ、主に石油製品や LPG を輸入あるいは輸入、LPG を主に輸出している。現在はクルーズ客船の寄港が多く、2016年は年間20回が寄港している。一帯は港アシスに登録していて、青函連絡船メモリアルシップ、発行だ丸を中心施設とする港アシス青森として、 観光拠点ともなっている。また青森マリーナは青森海の駅として海の駅にも登録されている。江戸時代初期の1624年、広崎藩二代藩主、津軽信平により開港奉行に任じられた森山真実により、当時外ヶ浜の一行村であったうとう村が青森として開港したとされる。青森港は、その後江戸時代を通じて、広崎藩の将校として栄え、 近代以後は1871年に、広崎県が青森県と改められると、青森町に県庁が設置されることとなる。1907年に、当時の第二種重要公湾として指定され、翌年生函連絡船が就航すると、北海道と本州を結ぶ港として、その重要性が高まることとなった。津軽海峡フェリー青森ターミナルブルーマーメイド。 青森港函館港の所要時間は、津軽海峡フェリーが3時間40分の3時間45分、青函フェリーが3時間50分から4時間。ありがとうございます。